ここ最近、仕事が残業でめちゃくちゃ忙しくて、ようやっとまとまった睡眠時間が取れる。って時に、悲壮感満載な彼から、大事な話があるから会ってほしい。と連絡が来てさ、あまりにも普段と違う雰囲気だったから、しんどい体を引きずって会いに行ったら、俺のミスで、カバーしきれないほどの損失を出してしまって、クビになった。こんな俺と結婚しても、君が辛い思いをするだけ。別れた方が君のためだと思う、という。ちなみに、結納とかはしてないけど、結婚前提で、互いの両親に紹介済み。驚きはしたけど、別に別れるほどの内容だとも思わなかったから。私も、仕事が嫌いなタイプじゃないから、あなたさえ良ければ、専業主婦になってもらっても構わないし、仕事を探すなら、見つかるまで、私も協力できるところはするよ。と伝えたら、途端に彼が、すんごい満足げに、鼻の穴を広げながら、うん、合格。100点満点だよ。と、え?とポカーンとしてたら、私を抱きしめながら、首なんて嘘だよん。ちゃんと、支え合える夫婦になれるかなって、試してみたくなって。もうグーの音も出ないくらい完璧。100点満点の回答だったよ。と、めちゃくちゃテンションが高かった。心に余裕がある時なら、あそこまで腹も立たなかったのかなと思うけど。残業続きで疲れ切ってるところで、仕事終わりに、こんなクソくだらないことのために呼び出されて、試されたってので腹が立って。ぶん殴って帰ってきてしまった。試されるってムカつくもんだね。